皆さんどうもこんにちは。筑波大学男子ハンドボール部アスレティックトレーナーの横川です。今回はですね、筑波大学男子ハンドボール部の新入生テストについてお話をしたいというふうに思います。この新入生テストっていうものを、まあ、どういう目的でやってるかっていうところと、実際に何の種目をやってるのかで、どういうところを見てるのかみたいなものをぜひ、ご覧ください。ではですね、まず新入生テストの目的について、お話をしたいと思います。大きく2つあります。1つは、怪我の予防です。これが一番この新入生テストにおいては意味合い大きいかなというふうに思います。うちのチームはですね、非常にフィジカルに力を入れております。まあ、例えばうちの新入生ですと推薦の子もいますし、それから一般の子もいます。一般の子たちですね、特に、受験を通ってきているので、高校生の時にずっとハンドボールをやってきた、これよりも、まあ、落ちてしまっているというようなところで、体力が落ちている子たちがこのバリバリフィジカルに力を入れているうちのチームの選手とコンタクトをしたりとか練習に入ることで、どうしてもやっぱり怪我のリスクっていうものはすごく大きくなってしまいます。まあ、そのリスクを少しでも下げるために新入生テストっていうものを設定しています。この新入生テストはあくまでこの練習に入るために必要な体力水準というふうな、ものになります。この新入生テストが、まあ、クリアできないからといって入部ができないというわけではないです。入部しても練習に参加させるのはちょっと危ないなっていう判断の材料になります。もう一つの目的としては、新入生の体力水準を知ることになります。この子はこういう選手なんだ、こういうところが強くてこういうところが弱いから、トレーニングとしてはこういうことをやっていきましょうっていうような提示だったりとか、それから実際にアドバイスのもとにするので、新入生テストっていうものの大きい目的としては怪我の予防と、それから新入生の体力水準を知るというところの2つです。では実際にですね、この新入生テストっていうものがどういうことをやってるかっていうのをお話ししていきたいというふうに思います。まず、1つ目、腕立て伏せ。2つ目 V 字腹筋。3つ目、懸垂。4つ目レッグレイズ。5つ目バーピーという5種目になります。こちら全部5種目は、40秒間で何回できるかというところですね。なので、まあ、この何回っていうのにボーダーを設けてます。ただ速さだけを求めて汚いフォームでやるっていうのは回数としてカウントしませんっていうのが、この5種目の中の、まあ、共通のルールになります。一度やってみて、ダメだった、水準をクリアできなかった子は、トレーニングの期間を設けます。その期間を経てもう一度挑戦して、でそこで大体みんなクリアできるっていうのが、まあ、数年の流れかなというふうに思います。で、今回使用する動画はですね、1年生の林くんの動画ですね。今年の1年生の中では一番フォームが綺麗だなと。なので、まあ、こちらのものを参考にさせてもらいます。まず腕立て伏せの大きいポイントとしては、体のラインがまっすぐになってるかどうかです。でプラス、下げた時に関しては基本的には腕がしっかり90度より曲がってるというのが前提になります。こう腕をしっかり押す動作の中で体幹がどれぐらい機能してるか、もしくはシンプルに腕の筋力っていうものが、まあ、どれぐらいあるかなっていう風なのをこの腕立て伏せで見ています。次、V 字腹筋になります。こちらで見ているのは、大きく2つです。1つは股関節の上で手と足がタッチできているかというところ、2つ目はしっかり膝と手が同じぐらいの幅でしっかり動いているか。これは何を見てるかっていうと、腹筋っていうのは、上下で分かれます。この上と下腹筋両方ちゃんと平等に使えてるかなっていうところを僕は個人的に見てます。でこれによって、例えば上半身だけしか上がってこない子っていうのはこの上の方の腹筋だけ強い、逆に下の方しか上がってこなくて上半身が全然上がらない子っていうのは、逆に上の方の腹筋っていうものをしっかり使えてない、下の方ばっかり使ってる、もしくは、全く腹筋が強くない子っていうのもそういう動きになります。なのでその辺を、まあ、見極めるためにもこういう種目を見てます。次はですね、懸垂ですね。懸垂は、見てるポイントというかルールとしては、これも2つです。1つはまずしっかりと上げた時に顔が鉄棒より出てるっていうのが1つです。もう1つは、しっかりと下ろす、伸ばしきるっていうところですね。ハンドボールっていうのは空中で投げるっていう種目なので、やっぱりこの広背筋っていうもの、背中の筋肉ですね、でここが使えるかどうかっていうのが見るべきポイントかなというふうに思います。はい、次ですね、次レッグレイズに行きたいと思います。これレッグレイズが多分皆さんこういまいち
多分聞いてピンとこないと思うんですけど、これ動画ご覧ください。これは先ほどの、V 字腹筋とは違って、本当に下の腹筋だけになります。これは完全に、ハンドボールにおける空中姿勢の強さだったりとか、空中姿勢がどれぐらい取れるんかなこの子はっていう風なものを見るためのものです。鉄棒に足がしっかりつけば OK というような感じですね。個人的に一つ、もう一つの見るポイントとしては、足を下ろした時もしっかりお腹周りに力を入れて、足を下ろした時もブレないようにコントロールをするというようなのが、この、まあ、やる上で早くかつ正確にやる一つのポイントかなというふうに思います。はい、では筋トレ系種目最後ですね、バーピーです。基本的には全身運動になります。ポイントはですね、しっかりとまずしゃがんでるかですね。これでしっかりしゃがんで、かつ立ち上がりとかしゃがみ込みを早くできる子っていうのは、ハンドボールの動きの中でもかなりできることが多い選手なのかなっていうふうに思ってます。はい、ここまでがですね、筋トレの部分になります。ボーダーをそれぞれ言います と、腕立て伏せが40回でですね、 V 字腹筋が30回になります。懸垂が10回、レッグレイズも10回で、バーピーが20回というようなところです。5種目でそれぞれこのボーダーのボーダーをしっかりと超えることができれば、この5種目は合格になります。でですね、次、走る系の種目ですね、ヨーヨーテストというものを採用してます。 20m のコーンを置いて、でその 20m をダッシュします。往復で戻ってきて、その後10秒間インターバルがあります。その10秒後にまたダッシュをするというような形で、この制限時間内に帰ってこれるのを一体何回できたかっていうのを距離で出します。ヨーヨーテストは1回走ったら休む時間があります。完全に休憩する時間があるので、なので、何が見れるかというと、間欠的持久力というものが見えます。要するにダッシュを繰り返して少ない休憩、もしくはダッシュをした後に軽いランニングなんかをして、こういかに体力を回復できるかみたいなところを見てます。ヨーヨーテストのボーダーは 1400m です。一時期まあシャトルランなんかもこの新入生テストとしてやってました、ね、キーパーだと90か95回かな。フィールドプレイヤーが、コートプレイヤーが110回がノルマでした。シャトルラン時代の方が、あの走る系の種目においてはボーダーは少し低かったかなというふうに思います。はい、ということで、本日ざーっと新入生テストについてお話をしてきました。あの実際これ上級生にやってもらったりすると、あのこのボーダーに関しては結構軽々超えます。ボーダーっていうのは少なくともうちのチームの最低ラインですし、逆に言えばうちのチームでこうトレーニングをしていけば、あのこの数字っていうのも、このボーダーっていうのがもう本当に低い数字になってくるので、いろんな怪我の予防だったりとかっていう今日お話もしましたけど、それ以上にやっぱり自分自身の体をどういうふうに知るかっていうところが、まあ、重要ですし、それを知るためのテストだと思うので、あの自分がどういうところが強くてどういうところが弱いのかなっていうのを考えた上でトレーニングをするというような感じの流れを取っていただけると、怪我も少なくかつ、効率よくトレーニングができるんじゃないかなというふうに思います。少し長くなってしまいましたが、以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。